バイク女子チャンネル。あーすごい、加速がやばい。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルはこちら、川崎 Z900RS を試乗インプレしていきたいと思います。イエーイ。まずは足つきから行ってみよう。はい、こちらは 163.5cm の私がまたいだ映像です。シート高 80cm、 私の足先がツンツンとつく感じです。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今日はですね、後ろに見えてますけど、この Z900RS をインプレしていきたいと思います。私にそんなことができていいのかって感じですけど、やっていきたいと思います。最後までよかったらご覧ください。はい、今日はこいつに乗っていきたいと思います。よいしょ。初めてのバイクってさ、結構緊張するよね。あ、足はつきます。ミラーを確認して、よし、音がみんな来て。おお、じゃあ行きます。おお、全然いつもと違う。あ、でも78だけど結構つかない、足が。それは私の足が短いからかちょっと緊張するから、かなり安全運転で。うわっ、あーでも、おおおお、加速、ちょっと待っていや、これはね、あ、でも静か、さすが国産バイクだ。うわ、なんだろう、すごい、あー、ドキドキしてる。ね、なんかね、乗りやすい、うん、なんかハンドルとかも外から見たら、え、結構広くないと思ったんだけど、これは、あー、コーナリングいい、コーナリング最高だねこれちょっとどうやってね止まるのかが怖いよ。え、待って、私さ、ギア上げてなくない？ギア上げてなかった。え、てかさ、シート高が意外と高いよこれ。え、みんなちょっと待って、78とか絶対嘘だよこれ。私のやつ81だけど、私のよりつかないえ、っていうかね、一足でもね全然超十分なんだけど。なんか前にこのインスタ360が映っちゃってちょっと邪魔だと思うんですけど、すいません。これね、一足でもねすごい十分なんだけど、やばいな。おお、これはすごい。おお、ダメダメ、二足にしとる。おお すごい、やばい、加速がやばい。あー、ドキドキする。ちょっと待って、もうインプレどころじゃなくなってるタンクはやっぱ幅は広いな、結構スポーツバイクに比べたら広いですね。あー、でもね、ブレーキもなんかすごいスムーズに効くし、ふわーって感じで効くし、おお、足が怖い。はー、とにかく緊張する。ちょっとね、今ねドキドキすぎてね、インプレができない。あはい、それではちょっと音を取ってみようと思います。エンジンの音がかっこいいね、すごい。なんかね、私ね、このすごいね Z に合わないスポーティーな服装で乗ってるんですけど、うわー、このね、すごい、うわー、今ね一足なんですけど、めちゃくちゃ安定してる、すごい。今ね一足でね20キロとか30キロぐらいで走ってるんだけど、めちゃくちゃ安定してるし、一足でそのまんまアクセル開けてもなんか安定性が半端じゃない。ちょっと足つきだけ気をつけないとね。いや、足はねマジでつきませんよ悪いところを言うっていうのもどうかと思うんですけど、悪くはないんだけどね、別に足つかないからって。でも足はちょっとあんまりつかない、つくけどツンツンって感じ。シートが硬いから沈まないのかな。あ、それのせいもあるかも。ちょっとね、シートは固めですね。シートは固めだシートは硬いけど、やっぱバーハンドルが超便利ね。このバーハンドルの便利さ、何でもつくんですよバーハンドルって。この辺にもう最高それ最高です。セバハンだとつかないんで、やっぱりちょっと二足に上げてみよう。おお、
わ、2速に上げると加速性能が半端、いやもうね、低速のもうトルクも最高だし、安定性抜群だし、これは超乗りやすい。今ねもうね乗りやすすぎて信号無視しそうになっちゃったよ。なんていうの、あのね、え、隣のおじちゃん信号無視じゃない。あとね、乗りやすい理由としてエンジンがドコドコしてない。おお、やっぱ音がすごいっす。それとですね、これはですね、ここに ETC マークが見えると思うんですけど、よし、ちゃんと見えるわな。もうね、ETC が標準装備でなんと ETC 2.0 という便利な、あのなんか乗ったり降りたりしてもなんか何時間以内だと加算されないんだから、なんかそういう便利なやつが標準装備でついていて、シートの中に内蔵されてるんだけど、これは本当に便利だと思う。ウインカーとかの切り替えとか、このスイッチが非常に触りやすい。すごいなんかあのカチッカチッってすごい分かりやすい反応が。ドゥカティとかってもっとスイッチがでっかくて、指がでっかい人用に多分作ってあるんですよ、やっぱ外国人用に。さすが日本の車両だけあって、ハトポッポがちょっといるんだけど、ハトポッポがもうだんだん慣れてきたかな。すごいあのやりやすいですね、手元の操作が。その辺はすごいプラスポイントかも。すごいスイッチがね分かりやすい。私の手ちょっと結構 ちっちゃいんですけど、手がお恥ずかしいながら、でもこんな手ちっちゃくてもやりやすいです。本当にこれはかなりいいぞ。やっぱタンクが広いのはちょっとマイナスポイントなんだけど、広いんだけどすごい挟みやすい形が、2グリップ2グリップとか言われるんだけど、ドゥカティとかってできないのよ、もうでかすぎて。そもそも私の足だとタンクにね足なんて届かないんですよ、ドゥカティなんてさ。その点これは私の身長でもタンクがちゃんとホールドしてくれるようになってる。すごいこれは乗りやすいぞ。ここはすごいプラスポイントですね。そう、あとやっぱりね、国産車だからニュートラルに入るっていう、そういうめちゃくちゃベーシックなところがすごいやりやすいです。ほらこのねスイッチ見て、ここほら、ここ全部ここでさ、ここで届くのよ。すごいのよこれ。なんかね独り言言ってる人みたいになってるんだけど、隣の車のおばあちゃんがめっちゃ窓開けてさ、聞こえちゃうよね、怖い怖い。あ、やっとドキドキがなくなってきたんだけど、果たしてこれは向かっているのかが分かりません。分かりません。なんかさ、すごい回されちゃったんだけど、あー早くおにぎり食べたい。今日ね、おにぎり握ってきたのよ。朝ごはん食べてるね、時間なくて。早くおにぎりが食べたいです。もっとパワーが欲しいな。なんかこういうやつがさ、私のパワーだとさあんまりさ止めらんないんだよね。やっぱ男性のパワーとかだとさ結構止められんじゃない、じゃないとかじゃない一速の性能が本当素晴らしい。これはねいいバイクだぞなんか何にでもそう言ってるけど、あとステップもさあれなんだよね、あのゴムのやつ、滑らない、滑りにくいやつ。いやーこれは、あーニュートラル入る、最高ですね。ニュートラル、ほんと街乗りって感じ、ザ街乗りで、レバーもこのね調節可能だし、大型のネイキッドに乗ったのって初めてかも、初めてっていうか、うん、この排気量初めてかも。乗りやすいな、ほほほほ、これはこれは乗りやすいな、やばいな。あとね色がね渋くて、こいつはこのなんか黄色と渋グリーンみたいな、渋グリーンにイエローがポイントで入ってるみたいな感じがすごい綺麗、おしゃれ。お、GS じゃない、あ、モトラット東京ベイ、え、ん、本当に着くのかな、もうなんか怖くなってきた。あとねやっぱねバイク音がこれ小さいから大型だけど、やっぱそれが怖いかな。東京の車ってね全然バイク見てないんで、すごいねピューって飛び出してくる車がいっぱいあって、結構ね危ないんだよね、音が大きくないと。音が大きいとやっぱバリバリバリって言うから、後ろからでも気づいてくれるし、その辺がね私はねドゥカティは気に入ってるんだよね。ふー、でも緊張した。いやでもね乗りやすいです。なんかここが広いからすごい男のバイクかと思ったんだけど、いや意外と女性でも行けるし、ここもそんなに遠くないし、足つきもまあそ
そんなに怖くなくなってきたかな。ちょっと慣れてきたかな。でもシートはやっぱ硬いかな。長く乗るとちょっと硬いかもしれない。でもやっぱハンドルが高いし広くどしっと乗れるから、長く乗っても落ち着いて乗ってはいられる。あとね、私とか反り腰なんだけど、こういう形で乗ってるとなんか反り腰にならないですね。自然にお腹が曲がってくれて、それが結構いいところかも。タンクのこの形いいなぁ、足回りの。よいしょ。お、だんだん怖くなくなってきました、発進も。よし、いいぞいいぞいいぞ、だいぶいいぞ。いやー、やっぱ姿勢がすごく体にいいんじゃないでしょうか、この姿勢で走る。お、トライアン楽、力が自然に抜けるし。早くおにぎり食べたいなあー、ちゃんと駐輪場入れるといいな。あと空いてるといいな。なんかさ、駐輪場狭いらしくて、車いると追い詰められるから車が少ないといいんだけど。え、何これ、踏切が、え、あ、一時停止しての、こうすごい交差点の手前に踏切があるっていう斬新なスタイルでした。あー、ねえ、キットってこんな走りやすいんだ。バイクによって全然違うんだな、何から何まで。怖くないもんね、あんまり。まあ、最初めっちゃビビってたけどハンドルもなんか握りやすいよね、ここの。確か細いかもしれない。そんなことはないか。まあ、足はいつも通り片方だけつけばまあ問題ないかな。うわー、見える、見えるかな。ヨットハーバーみたいな、なんかヨットハーバー、ヨットじゃないけど、すごいなんかボートがいっぱいあります。すごい、こんなとこあったんだ。この周りはちょっと言うことないですね。この周りは言うことなし。ミラーも可愛らしいし丸くて、メーターもレトロでいいですよね。あとライトも LED だけど見た目は丸っこくて可愛いやつだし。やっぱね、ドゥカティより全然低速トルクいいかも。そうだってね、ドゥカティはね、このぐらいの速度だとね、やっぱクラッチ握ってないとね、ボコ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 ってなってね、乗れないんですよ。皆さんどうぞ抜いてってください。私はもう安全運転できますので。あー、あー、気持ちいいな、この辺まで来ると車とかもいないし。あとはね、あのね、アクセルが結構軽い。クラッチは超絶軽いです。ミラーも見やすい。あ、くるでしょ。言うことなしだわ。はい、Z900RS、 すごい名車です。この昔の Z シリーズを思い出させるようなデザインになっております。ですね、いろいろカンペがあるんだ2018年の、 あの大型二輪の中で販売台数1位ということで、すごいですね。 ETC2.0 はこの中に標準装備されていて、 Z1 を彷彿とさせるタンクのデザイン。結構ね、タンクはね、幅が広いです。排気音もですね、 Z1 が再現されているということで、でローギアにした時の音も Z1 と、低速域がすごく走りやすくて街乗りがしやすいです。スイッチはだいたいこの辺に全部ついてて、クラッチも調節可能なんですけど、すごいクラッチも握りやすいです。柔らかくて女性でもいけるぐらい。ブレーキもよく効くし、メーターのデザインなんかも結構いい感じですね。でエンジンは川崎伝統の並列4気筒、こんな感じ。エンジンカバーすべてアルミダイキャスト製なんかね、人が来ちゃったからちょっと恥ずかしくなってきたんだけどあれ違う、あ、向こうだった。はい、こうか、空いてるかな。でも今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか。よかったらチャンネル登録とコメント高評価お待ちしてます。それじゃバイバーイ。この下は何なんだろう。